非常ブレーキは航空機や鉄道車用、自動車において自己回避など緊急応用するときに使用するブレーキのことである。通常運転での減速や停車に用いる乗用ブレーキとは扱いが区別されている運転手だけでなく車掌からも作動させることができる。走行中の列車を停止させることに最重点を置いているため多くの場合乗用ブレーキ以上のブレーキ力が 設定されており、滑走時の再粘着制御を除き停止するまで緩めないため、常用ブレーキの時と比べ乗り心地が悪くなる。また、作動状況によっては、ブレーキの解除方法が常用ブレーキと異なる場合がある。日本の在来線では、非常ブレーキをかけてから600メートル以内で停車できるように法律で定められていた。なお、日本においては、 鉄道車両の非常ブレーキを作動させることを寛容的に非常ブレーキを扱うと表現する。また、乗務員のヒューマンエラーや乗務員自身に異常が発生した際のフェールセーフとして自動的に非常ブレーキを作動させる自動列車保安装置、デッドマン装置、緊急列車停止装置などの保安装置がある。人間が操作するほか、信号を某進むした場合と列車分離で ブレーキ管やジャンパ連結器が外れたり損傷を受けた際にも非常ブレーキが自動的に作動する。東京メトロ1万系電車のレール圧着ブレーキ編集詳細は箱根登山鉄道鉄道線レール圧着ブレーキを参照箱根登山鉄道では路線の特性上全車両にレール圧着ブレーキを装備している。これは鉄より硬い単価系素片を台車に装備し、 非常時にはこれを空気圧によってレールに押し付けることで制動力を確保する方式である。これはカーボランダムブレーキとも呼ばれ、かつては市議山急行電鉄鉄道線でも採用例があった。非常電気ブレーキ、編集神戸電鉄、編集最大50パーミルの連続急勾配が存在する神戸電鉄では、1960年登場の d 3 0 0系以降に導入された営業者に、 非常用の電気ブレーキが装備された。マスコンハンドルのそもそも速ブレーキ後ノッチの次の段に、非常電線の位置が設けられており、マスコンを非常電線の位置に投入すると、過電圧、過電流保護装置を無視して、電線最終段まで、診断、指定後期の一部が短絡され、残った抵抗機も限り流形電機の指令で順次短絡され、50パーミルの下り勾配でも、 停止寸前の二時速 4km まで減速することが可能となっている。速応性があり、制動力も大きいため、事故を最小限に抑えるための予備ブレーキとして用いられている。二時速 4km まで減速後は、手ブレーキ、直通予備ブレーキにより停車することができる。3000K、2 0 0 0では、ブレーキハンドルを非常空気ブレーキ位置にした場合、事故などで、 空気ブレーキのかからない車両を自動で検知して、その車両のみ非常電線が作動するようになっている。また、5000系以降の VVVF 車では、非常電線は設置されていないが、電線最終段と直通予備ブレーキの使用で、停止できるようになっている。京阪電気鉄道、編集神戸電鉄と同様に急行バイク間が続く、京阪大津線で運用された260型、300型も、 保安面から非常用の電気ブレーキが装備された。同線では電気ブレーキや回線ブレーキを装着し乗用した電車も使用され、地上設備も対応していたが、上記の車両は、京阪本線の休憩車両の機器を流用した経緯から乗用の電気ブレーキ、回線ブレーキを装着できなかったからである。その他の例、編集ほぼ同様のブレーキは電気子短絡スイッチとして、 日本国有鉄道では、新越本線横川駅軽井沢駅間の薄い峠区間を走行していた EF63 型や、大宇本線板谷峠で使用されていた ED78 系、EF71 系、大井川鉄道では ED90 型にも装備されており、実際に使われた例も存在する。航空機にも異常事態に備えて、非常ブレーキを備えている。 このブレーキによって大事に至らなかった例として、リーブアリューシャン航空8便緊急着陸事故がある。この事例では、着陸時に全エンジンを緊急停止、航空機の電力系統など動力源だった一番発動機を緊急停止させたせいで、非常ブレーキ以外使用不能であったが、このブレーキがうまく動作し大事に至らなかった。なお、 非常ブレーキを作動させたことで大事に至った例として、アトランティックエアウェイズ670便オーバーラン事故がある。この事例では、非常ブレーキを作動させたことによって、アンチスキット装置が解除され、タイヤがロックされたことにより、ハイドロプレーニング現象が発生、止まれずにオーバーランして炎上した。緊急時に使用するブレーキとして、ボルボ x c 四十など一部車種に、誰でも、 操作可能なように緊急ブレーキが備わっているものもある。運転手が意識を失った時など、異常時に助手席や後部座席のものがスイッチを操作し、ブレーキを作動させるようになっている。また、日ののバスにも同様の機能のスイッチがある。また、必ず止まるわけではないが、オプション等により、自動車にもよく似たブレーキが備わっているものもある。内容は、自動車に取り付けられたセンサーが、 衝突不可避と判断した際に、衝突被害軽減ブレーキが自動発動するようになっているが、あくまで衝突軽減であり、必ず止まるわけではないことに注意。AB 車両によっては、乗用最大や重なり位置などの場合もある。阪急電鉄の電磁直通制度各社と、乗せ電鉄の5100系も、非常ブレーキのみこの方式。ABCDEF シノブ。 新鉄最初の高性能車で300系物語。鉄道ピクトリアル2001年12月。臨時増刊号。電気車研究会。175ページ。ABC 以内清車両の技術と研修設備。鉄道ピクトリアル2001年12月。臨時増刊号。電気車研究会。155ページ。エマージェンシーブレーキ機能ボルボカー仙台仙店。乗客がバスを緊急停止させるシステム。 日の字が世界初搭載ドライバーの急病に対応乗り物ニュース。ありがとうございます。